日光の社寺は、栃木県日光市にある寺社などから構成される、ユネスコの世界遺産である。日光山内、二社一時とも称される。1998年5月14日、世界遺産登録推薦に先駆けて、国の史跡に指定された。指定名は、日光山内、管理団体は、日光市である。従来、建造物については、国宝や重要文化財に指定され、 保護が図られている山内地区であったが、面的な保護策は講じられていなかった。そこで、文化庁、栃木県教育委員会、専門家、学識経験者が協議し、2社1次をはじめとする、土地所有者、土地占有者並びに関係者等の協力を得て、日光山内50.8ヘクタールが文化財、保護法に基づく、史跡指定を受けた。 1999年12月2日にモロッコのマラケシュで開催されたユネスコ世界遺産委員会で文化遺産として登録された。登録名は日光の社寺である。103棟の建造物群とこれらの建造物群を取り巻く遺跡が登録されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。この記事は 以下のカテゴリーでも参照できます。日光山内に関するカテゴリー、二社一時に関するカテゴリー、ありがとうございます。